こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、FX でね、だいぶ大きなショックを受けた私なんですけども、まあ、こういう時こそね、基本に立ち返ってクールダウンしなければならないなと思っております。今日はね、また基本に立ち返ってウィークリーの方から順番に慎重にチャートの方を見ていきながらテクニカルを詰めていこうと思うんですよね。まあ、ところでですね、アメリカの大統領選挙どうなってるんですかね。トランプ大統領が敗北宣言をするわけでもなく、訴訟に持ち込んで、逆転を狙うのか、それともバイデン氏がこのまま、当選してしまうのか、一向にわからないんですよ。で、日本に伝わってくる情報っていうのがいまいちね、当てにならないんで、まあ、いつもね、私はね、アメリカの PDF とかを見るんですけども、まあ、かなりの不正選挙が暴かれていって、バイデンさんの票っていうのはどんどんね、無効票が増えていって、なんかそう、逆転現象っていうんですか、バイデンさんの票がこういうふうにいったのに今下がってるみたいなんですよ。それはアメリカのニュースサイトとかね、ちょっと出どころのわからないブログとかを見ると、なんて言いますかね、画像とか動画っていうのが送られてきて、不正選挙の実態だみたいなことがあったりとか、あとはやっぱりね、開票所のその役員の方が不正を告発したりみたいなね、顔出し名前出しでやってるところもあったりとか、そういうのがちらついてくると、落ち着いてドル円相場も見れないなと思いますね。まあ、でもだからこそテクニカルですね。こういうファンダメンタルに動かされずに、しっかりとテクニカルをこういう時だからこそ鍛えていこうと思います。それでは画面を映しますね。いや、本当どうなってるんでしょうね。で、今ご覧いただいているのが週足でございます。週足を見ていくとポイントはね、ここなんですよ。もう一回ここをやっぱり結んでいく時に下に潜ってるんですよね。これが下に潜ったんだけども、大きく反発して上昇してるじゃないですか。ただやっぱりね、トレンドは相変わらず右肩下がりなんですよね。このトレンドは、週足のトレンドはちょっと変えられないかなと思いますね。マンスリーもね、同じなんですよ。月足ってちなみにこれなんですけども、ずっと下がってるでしょ。下ひげは若干強くなりつつあるんですけども、まだまだですね。はい、それでは週足から日足に変わっていきますよ。日足見てみます。大きく上に突き上げましたよね。突き上げたけどもトレンドの方向に戻る、これはテクニカルの常道です。ですので、こういうふうに結んでいきましょうか。こういうふうにね、平行線が結びましたよね。こっから私はだからやっぱりセルなんですよ。今まさにセルをかける瞬間だと思ってます。ですので、セルで入っていくためにちょっとテクニカルを詰めていきますよ。でもすぐにポジションは取らないです。4時間大きく上来ましたね。でもトレンドは右肩下がりです。わかります？この図を見て右肩下がりになっているっていうふうに判断する人と、これから転換を迎えて上昇するって判断する人と大きく分かれますからね。ただこれね、転換が起きてるとは私は思えないんですよ。これやっぱりね、この異常な動きっていうのはファンダメンタルだと思いますんで、ここはね、テクニカルをしっかりと見ていこうと思います。ですんで、右肩下がりを、始めるところが、だからもうね、こういうところで、戻るんじゃないかなと思います。1時間見たら分かると思うんですけど、これね、多分ね、こういうふうに、ペナントになってると思うんですよね。ね、ペナントじゃないかなと思うんですよ。こういうふうな形で収束してるじゃないですか、今。で、これが、どっちかにブレイクなんですけども、こっちにブレイクする可能性が高いなって思って、今日のテクニカル相場解説を終わりますけども、私のこれね、願望とか余韻も入ってるんですけども、セルの方に触れるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、第3次補正予算ってのが今ね、決められてますけども、こっちの方もね、大きな財政出動するとなると、さらにこっちの方に行くんじゃないかな。まあでも本当セルですね。私はちょっと一貫してセル、これがね、動かないです。バイに行く要素がちょっと見当たらないんですけどもね。どうですかね。はい、というところで本日は以上ですけども、いかがだったでしょうか。やっぱりね、セルっていう印象がね、抜けないですね。私はセルでいきますよ。とりあえず11ヶ月、いや、今年中はずっとセルですね、これは。どうも、いや、そんなところですかね、まとめるとすると。はい、皆さんいかがなってるでしょうか。それでは以上です。